どうも、愛知です。今撮影した今日とかね、自分久しぶりに長袖をこう着てるんですけど、だいぶこう寒暖の差が、寒い日とね、暑い日がだいぶあって、まあみんなもね、体調大丈夫ですかね。6月、中だるみしやすいんで、気持ちが落ちやすいんですよ。で、落ちてる時ってやっぱね、病は気からじゃないんだけど、風邪もひきやすいんでね、みんなぜひね、体が資本だから、まずね、体調管理一応にね、して、6月乗り切っててください。で、今回は、中だるみしやすいっていう影響もあると思うんですけど、どうも勉強に身が入らないっていうか、やる気が出ないっていう、どうしたらいいですかねみたいな相談があってですね。で、何話そうかなって迷ったんですよ。迷ったんですけど、で、今回は、ちょっと変わった勉強法。今まで生徒にいろんな勉強法ね、この子はこういうのが合うかな、この子はこういうのが合うかなって個別指導でやってる時にやらせてきたんで、その中で、ほんとね、少人数しかやらせたことがないんですけど、割とハマった子にはハマった勉強法があるんで、一個ちょっと紹介します。ただ、別におすすめはしないです。もし興味があったらやってごらん。何かっていうと、これ時間制限勉強法っていうもので、この時間制限勉強法っていう名前は、今撮影ビデオをピッて押す、5分前に考えたんですけど、その名の通り、時間を制限するんです。勉強時間を。例えば、1日単位では別にいいんですけど、今週、月曜から金曜、平日に関しては、1日30分しか絶対勉強しちゃダメですよって縛るの、勉強時間を。そう。で、この目的はですね、勉強だけじゃないんですけど、物事を例えば練習するときとか、何かをやらなきゃいけないときっていうのは、時間がたくさんあると、後でもいいかなっていう風になっちゃって、結局後でもいいかなの連続で結局やらないっていう風になっちゃうんだよね。だから逆に30分しかダメって決めたら30分で詰め込まなきゃいけないから何やろうって考えるんですよ。で、30分っていう時間が制限されてるんで、例えばやらなきゃいけないこといっぱいあったとしても、これを先にやらなきゃいけない。じゃあ、そのあたりこの勉強だったら30分にはまるかなみたいな。まず優先順位を自動で決める。あと考えなきゃいけなくなるんだよね。ちゃんと優先順位を決めるし、時間を効率的にどう使おうかなっていう工夫に発想がいくんですよ。ちゃんとこだわれば。そう。だから、もし、ちょっとね、最近自分の勉強法でなんか気分が乗らないなとかね、気分転換で違う勉強したいなって思う方は、ちょっと試してみるといいです。で、この勉強法をやるときのルールがあって、30分で決めるじゃないですか。これ、絶対に30分破っちゃダメです。30分5秒も許さない。タイマーつけて30分経ったらもうノート閉じるっていう。そう。で、これはね、いや別にちょっとぐらいいいじゃないですかって思うかもしんないんですけど、よくね、自分言うじゃないですか。自分で決めたことは絶対守れって言うんですよ。例えば、ね、勉強するときに自分時間のことは決めないんですよ。時間で決めないで、例えば、参考書開いたら、この問題までやろうって、量で決めて勉強しなっていつも言うんですけど、そこまでやるって決めたら絶対やるの、そこまでは。ここまでで自分で決めてんだから。っていうのはいつも言うんですよ。で、これも同じ。30分で自分で決めたんだったら30分終わったらもうノート閉じろって。そこはもうメリハリをつけてきっちりやめる。ね、じゃあ、残ったら休憩後にやってもいい。また30分やってもいいですけど。それはね、わかんない。みんなのやり方によると思うんでね。だからこの時間制限勉強法をもしガチで使うんだったら、時間を決めて、じゃあその時間を有効に活かすために、それやるときにダラダラやっちゃダメだよ。30分やる、頑張るか、つってノートパッと開くんじゃなくって、30分のためにどう30分使おうかなっていうのをきっちり考えて、その時間を活かすっていうのをやってみると、それをずっとやらなくていいの。それをね、受験勉強終わるまでやるとか、そんなことはしなくていいので、じゃあ1週間やってみたら、その30分で時間を活かすために工夫をするじゃん。で、自分で工夫をして考えるから、勉強の順番とかやり方を工夫するっていう習慣がついて、それをその30分の時間制限を解除した後に、その後の勉強にも活かせるようになったりはするので、もしよかったら試してみてください。